裏風、影楼型駆逐艦。裏風は、大日本帝国海軍の駆逐艦。影楼型駆逐艦の11番艦である。第17駆逐隊の姉妹艦と共に、真珠湾攻撃から、レーテ沖海戦に至るまで、空母機動部隊や、輸送船団の護衛、輸送任務、対水上艦戦闘など、太平洋戦争中の、あらゆる方面で活動したが、1944年、 昭和19年11月21日、台湾海峡にて、米潜水艦の来撃により、混合型船艦混合と共に撃沈された。艦名は初代、裏風、裏風が宅地区艦に続いて二代目。影朗が宅地区艦11番艦裏風は、歌唱、第27号艦として、藤永電造船所で建造が始まった。同社では、裏風以外に3番艦黒潮、6番艦、 夏地を14番艦谷風、18番艦舞風のロ楼型駆逐艦を建造した。1939年、昭和14年4月11日寄港。11月6日、裏風と命名される。1940年、昭和15年4月10日浸水。同年12月15日、ロ楼型十番艦と津風と同じ日に竣工した。クレチンジュフに所属。 同日府で十二番艦磯風と共に、第十七駆逐隊が編成された。1941年、昭和十六年五月一日、第一航空戦隊に編入されるが七月十八日府で、第一艦隊、第一水雷戦隊に編入。そのまま太平洋戦争を迎えた。太平洋戦争開戦時、第十七駆逐隊、裏風、磯風、浜風、 谷風の四艦は、第一水雷戦隊、司令艦、大森仙太郎少将、機関、阿武熊に所属し、南雲機動部隊の護衛艦として、真珠湾攻撃に参加する。同作戦の護衛駆逐艦は、第十七駆逐隊以外に、第十八駆逐艦隊、影楼、白縫い、霞、荒れ及び、影楼型衆運がおり、朝潮型駆逐艦二隻、霞、あれ以外はべて、 カゲロウ型である。その後も、両艦と共に、空母機動部隊を護衛した。12月下旬のウェイク島攻略では、第8戦隊、トネ、ちくま及び谷風と共に、第2航空戦隊、総流、飛流を護衛した。続いて、ラバウル攻略、ダーウィン空襲、ジャワ島攻略、セイロモ機械戦の各作戦に従事する。この作戦従事中の3月4日、 空母飛流所属機がで炎上中のオランダの貨物船エンガノ1万5千トンを発見する。18時、裏風は従順地熊と共に機動部隊主体から分離。エンガは地熊の来撃で沈没し、2隻は5日午前に1時にで本体と合流した。続いて、裏風と谷風はクリスマス島砲撃を観光した。前日の3月6日10時30分。 な雲忠一司令長官は、残敵総統を命じ、第二航空戦隊、司令官、山口多門少将、空母総流、飛流、第三戦隊、第二小隊、三番艦春名、四番艦混合、第十七駆逐隊、谷風、浦風、浜風、磯風の8隻は、別動隊を編成、機動部隊本隊から分離した。空母2隻、総流、 飛竜の護衛に十七掛ける第二小隊、浜風、磯風を残し、四隻、金剛、春名、谷風、裏風は三月七日早朝にクリスマス島に、艦砲射撃を行った。約二十分間の砲撃で、谷風は三十一発、裏風は十二発を発射し、イギリス軍守備隊は白旗を掲げた。だが四隻は同東を占領せず、 白旗を放置してクリスマス島を去った。9日午後二時、浦風以下八隻は、南雲機動部隊主体と合流する。報告を受けた、南雲司令長官は、クリスマス島の攻略は昇兵力をもって、容易に実施可能と結論付けている。なおクリスマス島は三月三十一日になって、第十六戦隊、司令官、原武志三郎少将、機関、名取及び第四水雷戦隊、 司令官、西村昌司少将、機関、中により占領された、日本軍のクリスマス島占領。4月10日、艦隊再編に伴い、第17駆逐隊は、第10戦隊、司令官、木村進武将、機関ながら所属となった。この時点での、第10戦隊は 17× の他に第7駆逐隊、明けぼの、塩さざ波、第10駆逐隊、周運、 遊具も、剣運、風運で編成されていた。6月上旬、第17駆逐隊、駆逐隊司令官、谷風は、ミッドウェイ海戦に参加した。空母飛流の救援を行い、6月14日に、クレに帰島。翌日、浦風は、第5航空船隊の空母随格を、駆逐艦2隻、おぼろ、秋月と共に護衛して北方へ移動、アリューシャン方面作戦に従事した。 随格、裏風は、空母流城、巡洋、随宝と共に、第2機動部隊へ編入され、アメリカ軍機動部隊の北方出現に備えた。7月13日、栗駅通した。14日、艦隊の再編に伴い、第10戦隊から第7駆逐隊が転出、影楼型4隻、雪風、時津風、初風、天津風の第16駆逐隊が編入し、 裏風以下十七かけるの両艦となった。1942年、昭和17年8月7日に、アメリカ軍がガダルカナル島に上陸して、ガダルカナル島の戦いが始まると、トラック白地へ進出する。8月18日深夜、第4駆逐隊司令、有賀工作隊殺し機のもと、カゲロウ型6隻、嵐、ハ風、カゲロウ、風谷風。 浜風は陸軍一騎士体戦艦隊をトラック白地からガトウへ輸送した。揚陸成功後、ポートモレスビー攻略に伴うニューギニア方面作戦に従事するため第十七駆逐隊は嵐、萩風、影楼と分離し、ラバウルへ帰還した。なお裏風等が送り届けた一騎清自家大災家陸軍兵約九百名は十七。 カけるがラバウルに到着した8月21日、イルガワとか船で全滅した。8月17日府で、第17駆逐隊、谷風、浦風、浜風は外南洋部隊護衛部隊、指揮官、松山孝治第18戦隊司令官に編入され、第18戦隊、軽巡洋艦天竜、立田島と共に、ニューギニア島東部、 ミルン湾のラビ攻略を目指すラビの戦いに加わった。8月24日朝、天竜、タ田、谷風、浦風、浜風及び苦戦艇2隻は輸送船2隻、南海丸、陸内丸を護衛して、ラバウルを出撃、連合軍機の空襲を受けつつ進撃した。25日夜、ミルン湾への上陸に成功するが、使用した海図が不正確だったため揚陸地点を間違え、 上陸した海軍陸戦隊も陸上地図を持っておらず、窮地に陥る。18戦隊と 17× かけるは対地砲撃を行うが、無線での連絡も難しく、効果は不明だった。連合軍機の空襲により大発動艇をすべて使用不能とされたため、輸送船から物資を揚陸する手段がなくなる。18戦隊司令官は立つた、裏風と輸送船団に対しラバウル機等と、 その護衛を命じた。8月28日、外南洋部隊指揮官、三河軍一大八艦隊司令長官は、第十八戦隊を機関として、ラビ攻略部隊を編成、兵力を増強する。天竜、谷風、浦風は海軍陸戦隊を乗せた嵐、村雲、弥生の三隻の駆逐艦と紹介手三隻を、護衛して、ラバウルを出撃。 二十九日夜に到着して、上陸を開始三十日午前一時にはトに着いた。この時ミルン湾ン港を警戒していた裏風は、脱出を図る小型艦視艇を発見、これを撃沈している。ラビ方面の戦いは、完全に失敗し、第17区畜隊は、ガダルカナル島の戦いに投入されることになった。八月三十一日、十七かける谷風、裏風は、 ショートランド白地に移動。9月1日、駆逐艦4隻、浦波、磯波、谷風、裏風で、ガトー輸送を実施。アメリカ軍機の襲撃で式並みに、若干の損傷があった。9月24日、第24駆逐艦隊司令、中原義一郎中佐式の元駆逐艦4隻、海風、航風、両風、裏風で、ガトー輸送を実施する。だが、 アメリカ軍機の夜間空襲を受け2隻、海風、裏風が、昇波、裏風の被害は、資金弾により、全部に昇波口を生じ、要病気故障、大発動艇放棄、死傷者6名というものだった。作戦は中止され、ネズミ輸送、東京急行も月暗記に入る10月上旬まで、見合わることになった。9月26日、第17駆逐隊は、 外南洋部隊より除かれ、機動部隊に復帰した。10月下旬の南太平洋海戦における浦風は、南雲機動部隊前衛、指揮官、安倍高機第11戦隊司令官に属し、戦艦2隻、比叡、霧島、重巡3隻、鈴谷、とね、チク第10戦隊、ながら、駆逐艦、秋雲、風雲、健雲、遊雲、浦和風、磯風、 谷風という編成で、アメリカ軍機動部隊艦載機と交戦した。10月26日、米空母ホーネット、エンタープライズより発進した、攻撃隊の一部が、前衛部隊を襲撃。谷風、裏風は、爆弾3発の命中で大破したチクマを護衛して、戦場を離脱。29日に、トラック白地へ起動した。11月2日、駆逐艦秋月、嵐、舞風。 のわけ、周雲、裏風、谷風、浜風、磯風,磯風は、同海戦で損傷した四隻、昇格、随宝、熊野、千くを護衛し、呉へ寄港した。11月26日、修理を完了し、京阿長野を護衛して再度ソロモン方面へ、進出、12月1日府で、駆逐艦、寺沈き、裏風は、外南洋部隊に編入され、 裏風は5日にショートランド白地に進出する。これは、ルンガ沖野戦の戦訓から、連合艦隊が、警戒駆逐艦の増強を認めたための措置であった。12月7日、第三次ドラム艦輸送部隊、親潮、黒潮、影楼、長波、高風、両風、嵐、のわけ、裏風、谷風、有明という戦力で、ガトーへ向かうが、空襲によりの明けが大破。 嵐、長波、野分け栄光に護衛されて被退した。その他の駆逐艦隊も、サボ島周辺でアメリカ軍魚雷艇と敵機に襲撃され、輸送作戦を中止して12月8日朝に、ショートランドへ戻った。12月11日の第四次輸送作戦、正月、長波、嵐、親潮、黒潮、影楼、降風、両風、谷風、裏風、有明では、 秋月が宅地区間正月、増援部隊指揮官、田中雷蔵大二水雷戦隊司令官座城の沈没に遭遇した。その他にもらえ、ムンダへの輸送作戦に従事する。12月16日夕方、裏風は、不接艦津軽を護衛して、ラバウルを出発する。ムンダ到着後の揚陸中に、米潜水艦に雷撃されたため、一部の物資を揚陸できないままラバウルへ帰闘した。 12月21日、駆逐艦4隻、裏風、牧波、谷風、影楼で、ムンダ輸送を実施、輸送に成功した。12月25日、米潜水艦、シードラゴン、アセスシードラガン、SS-194 から来撃されて、損傷した南海丸を護衛中の駆逐艦ウズキが、南海丸と衝突して、航行不能となった。 ラバウルに停泊していた第31一駆逐隊、長波、第27七駆逐隊、有明、第17駆逐隊、谷風、浦風は急遽出動した。渦巻は、第27七駆逐隊有明に栄光された谷風の護衛下で、ラバウルへ向かうが、有明も B-24 爆撃機の空襲により、中破した。そこで、浦風が渦巻を栄光し、二隻を長波が護衛して、 ラバウル駅通した。12月27日、駆逐艦六隻、谷風、裏風、荒尾、磯波、デン、夕暮れでニュージョージア諸島、バングヌ島、ウィックハムへ、兵員物資輸送を行う。ガダルカナル島の選挙区が絶望的になる一方、日本軍は東部ニューギニア重視の方針を打ち出した。12月24日府で、第18戦隊、 慶順達多の解体に伴い、同戦隊司令官、松山浩二少将も、ニューギニア方面護衛隊指揮官の職を解かれる。そこで、外南洋部隊は、駆逐艦浦風、谷風、浜風、磯風、舞風をもって、東部ニューギニア方面護衛隊を編成した。五席は12月27日から1月3日にかけて、ラバウルへ集結。1943年、 昭和18年1月4日、影楼型駆逐艦5隻、浦風、谷風、浜風、磯風、舞風は、輸送船5隻、ブラジルガン、妙高丸、暗い、土丸、ひたつ丸、里市福丸を護衛して、ラバウルを出撃、ニューギニア島の羅へ、本湾を目指すが、アメリカ軍機の波状攻撃によりひたつ丸が、空襲により沈没。 揚陸中に、妙高丸が格座したが、霊戦隊や日本、陸軍戦闘機隊の援護を受けて、雷輸送は、成功に終わった。輸送船団が雷に、入りパクすると、裏風は火、竜丸の沈没現場に引き返し、マ舞風や二2 5潜水艦と共に生存者を、救助している。第18号作戦を終えた第17駆逐隊は、再び増援部隊に編入され、 ガダルカナル島撤退作戦に備えた増援輸送に従事していった。ラバウルからショートランドハクチ移動後、駆逐艦9隻、警戒隊、秋月、黒潮、時津風、嵐、輸送隊、谷風、浦風、浜風、磯風、舞風でガトー輸送を実施。輸送任務は成功したが、キロの空襲で嵐が高校不能となり、谷風、艦長戦士、 裏風が勝破している。1月下旬、加藤撤退作戦において、駆逐艦輸送が失敗した場合の予備手段として、大発動艇を用いた撤収作戦が立案され、外南洋部隊と日本陸軍はラッセル諸島、ルッセル諸島を占領することにな。第16駆逐隊指令、指令駆逐艦、時津風の指揮下、駆逐艦6隻、警戒隊、時津風、黒潮、 白雪、輸送隊、裏風、浜風、甲風で輸送を実施、1月28日深夜に、揚陸を終えた。6隻は29日にショートランドへ戻った。2月上旬、第17駆逐隊、谷風、裏風、浜風、磯風は3回に分けて実施された、ガダルカナル島撤退作戦、化合作戦にすべて参加。第1次作戦では、 第10区畜隊の巻雲が沈没、第二次作戦では4駆の前風が中破。第三次作戦では 17× かけるの磯風が大破して、それぞれ戦線離脱を余儀なくされた。2月11日、第17駆逐隊、谷風、浦風は外南洋部隊支援隊、指揮官、西村昭治第7戦隊霊館の従順二席、熊野、鳥海を護衛して、ニューアイルランド島のカビ園を、 出発、13日に、トラック白地へ到着。トラック白地で、従順鈴屋と熊野が揃うと同時に、三隻、鳥海、谷風、裏風は、西村少将の指揮下を離れた。2月17日、裏風は、第16駆逐隊の姉妹艦艇新風、栄線大島と共に、パプアニューギニアの上枠に、空母随砲航空隊基地要員を輸送、同地到着後は、 第2駆逐隊春雨、1月24日、米潜水艦、和風の来撃で大の救援作戦に従事する。19日、天津風と春雨を結ぶ栄光作が切断。裏風は春風栄光を引き継ぐ。21日、悪天候によって、春雨は完全部の切断を余儀なくされ、23日トラック、白地に、天津風、裏風、大島は、 工作艦赤市に春雨を引き渡した。3月22日、従順熊野の機関に故障が発生した。3月24日、天津風に警戒されつつ山積、鈴谷、熊野、裏風はトラック白地を出発、天津風分離後は諸訓練を実施しつつ北上し、文後水道で駆逐艦萩,萩風と合同、3月29日暮れに到着した。その後、 トラック白地に戻ると、同方面で、戦乱護衛などに当たった。上枠輸送に4回従事、その他半差、ブーゲンビル島、太郎機内の輸送作戦など従事した。一連の輸送作戦で、裏風は姉妹艦の天津風と行動を共にすることが多かった。7月2日、天津風、裏風、白鷹は、マヤ丸、天津丸、東方丸を護衛して、パラオを出発。 7月6日、上枠機、17日パラオに帰着して、第6次上枠輸送を完了した。同日府で、天津風、裏風は、外南洋部隊から除かれ、トラック白地へ開港された。その後、内地へ帰島。8月1日、天津風、裏風は、従順青葉、旧カテカンイラゴを護衛して、呉へ到着した。10月30日、第17駆逐隊。 裏風、磯風は、トラックにて、第14戦隊、司令官、伊藤健三少将の指揮下に入り、第14戦隊、機関、中、磯図、軽順二隻、玉、基礎、第4駆逐隊、の分け、マイフル及び、駆逐艦三運と共に、カビエに向かう、T4 高輸送部隊、陸軍第17師団の輸送船団を護衛することになった。第14戦隊、中、 イスズ、第十七区逐隊、浦風、磯風、イソ輸送船2隻、清澄丸、五国丸は、第二次輸送任務を担当した。十一月三日、アメリカ軍機の空襲により、中が損傷を受け、特設巡洋艦成長丸は被弾浸水して、航行不能となる。浦風、五国丸は先行して、ラバウルに向かい十一月四日に到着したが、イソカゼ来して昇破し、 修理のためラバウルへ進出できなかった。また裏風も、第10戦隊の両艦アガの、初風、若月が参加した、ブーゲンウィル島沖海戦に間に合わなかった。11月5日、裏風以下第10戦隊、第2水雷戦隊、栗田武雄中城式下の従順洋艦部隊は、ラバウルで、アメリカ軍の機動部隊艦載機による、大規模空襲に遭遇する、11月5日、 第一次ラバウル空襲。マヤが大破、アタゴ、タカオ、西条、チクマ、ノシロ、アガノ、藤カ若月が大将の損害を受けた。11月6日、ラバウルに到着していた第14戦隊の軽巡2隻、五国丸はトラックに向けて出発し、一方、17× 磯風、裏風は南東方面部隊に編入されており、裏風はラバウルに止まった。 同日午前、第10戦隊司令官、大杉森和少将は、ブーゲンビル島、太郎木名岬連合国軍拠点への逆上陸作戦カレー、裏風も第一支援隊として参加した。昼過ぎ、第一支援隊、阿賀野、若月、風雲、裏風、第二支援隊、野城、大波、長波、低震輸送隊、大波、巻波、甘霧、ふずき、うずき、夕は、 ラバウルを出撃、米艦隊と遭遇することなく、揚陸作戦は一応成功した。だが並行して実施されたの、合作戦、第1航空戦隊基地派遣隊やラバウル、方面基地航空による、アメリカ軍機動部隊攻撃は失敗しつつあった。11月11日、アメリカ軍機動部隊艦載機は再び、ラバウルを空襲、駆逐艦鈴波が沈没。 長波が、高校不能、裏風、若月も若干の損傷を受けた。吉田艦長によれば、魚雷と火事機を一した、雷撃機、TBF アベンジャーが裏風に直接魚雷を投下、魚雷が煙突の上を飛び越えていく一幕もあったという。この時、第10戦隊機関長ガが、後部に、魚雷一本が命中して、火事を故障、完備喪失、大杉司令官は、 貫通重装を追った。裏風は、阿賀野を護衛して、トラック白地へ撤退することになった。12日、米潜水艦スキャンプの来撃で、阿賀野が、高校不能となり、大杉司令官は裏風に移乗した。付近を航海中の第二水雷戦隊各艦、野城、藤波、早パや軽巡洋艦長領第61駆逐隊、初月、両月が、 アガノの救援のために集結した。当初アガノは、のしろに栄光されていたが、栄光策が切断した。その後は、軽順ながらが、アガノの前を、裏風が、あと A を担当し、速力6ノットで、トラックへ向かった。アガノは15日午後8時30分に、トラック白地へ到着。第10戦隊機関は、アガノから、秋月型駆逐区間秋月に変更された。 11月30日、空母3隻、随砲、運用、沖鷹、従順麻屋、第七駆逐隊、明けぼの、潮、さざ波、裏風は、随砲艦長式の下、トラックを出発して内地へ向かった。12月3日朝、沖鷹が、米潜水艦、セールフィッシュの来撃で、航行不能となり、14日朝に沈没した。浦風は、短艦で遭難現場へ、急行。 続いて到着したサザナミと共に、両艦合計約160名を救助したが、沖鷹乗組員便乗者含め、約1250名が戦死した。沖鷹には、潜水艦、スカルピンの生存者、捕虜21名が収容されていたが、1名以外、助からなかった。12月5日、横須賀に入港する。6日以降は、クレに移動した。1944年、 昭和19年2月1日、トラック白地から、リンガ白地への開港に際し、四季島部隊、第2戦隊、長戸、不双、第7戦隊、熊野、鈴谷、ト根、第10戦隊、秋月、第17駆逐隊、第1小隊、浜風、谷風、第2小隊、浦風、磯風として2月1日に、トラック白地を出発、リンガ白地へ進出した。その後、 訓練の傍らだバを、ボルネオ、サイパンなどへの戦団護衛に従事する。3月29日、パラオ大空襲から退避する戦艦ムーサ氏が、米潜水艦タニーの来撃で勝破。裏風と磯風は、爆雷攻撃を行うがタニーを取り逃がした。3月31日、第16駆逐隊、初風、時津風沈没、天津風長期修理が解体され、 健在だった影楼型8番艦摂風が第17駆逐隊に編入された。1 7るは異例の5隻編成、磯風、裏風、谷風、浜風、摂風となった。5月19日にタウイタウイに進出する。6月9日、駆逐艦磯風、島風、早地元とともに対戦紹介任務に従事していた姉妹艦の谷風が米戦艦ハーダー。 アセスハーダー、SS-257 の雷撃で撃沈された。6月18日から20日のマリアナ沖海戦における第17駆逐隊は、裏風が空母、昇格の護衛、小沢機動部対抗部隊、磯風が空母対砲の護衛、機動部対抗部隊、浜風が機動部対応部隊、空母巡洋、飛洋、流砲、戦艦長と護衛、撤風が、 燃料補給戦団護衛で分散配置されていた。一連の戦闘で空母3隻、大砲、昇格、飛用、タンカー2隻、新洋丸、原洋丸が沈没した。裏風は、矢作屋、第61駆逐隊各艦と協力し、米潜水艦カバラ、アセスカボーラ、SS、SSK、ギースマイナス244の来撃で撃沈された。 昇格の乗組員を救助した。7月14日、林間白地に再度進出。9月、1 7るは、第2戦隊司令官、西村昌二少将が指揮する不走型戦艦2隻、不走、山城の護衛のため呉を往復。10月8日、第17区逐隊司令官は、磯風から裏風に変更された。同月中旬以降の早一号作戦では栗田、艦隊に所属し、 サマール沖海戦に参加した。11月15日、第10戦隊は解体され、同隊構成艦やはぎ以下第17駆逐隊、第41駆逐隊は、第2水雷戦隊に編入される。16日、やはぎと第17駆逐隊は、戦艦3隻、コンゴウ、ナガト、ヤマトを護衛して、ブルネーを出港、内地に向かう。第十七駆逐隊四隻、 裏風、雪風、浜風、磯風は、混合の左右に分かれて航行し、駆逐隊司令官裏風は、雪風の前方を進んでいたという。11月21日午前3時6分、艦隊は、台湾海峡で、米戦 C ーライオン、アセス C ーライオン、SS、SSP、アスプ、アップス、LPSS-315 の来撃にあった。C ンは、戦闘の戦艦、 金剛に対し監視発射艦から魚雷六本を発射、続いて二番目の戦艦、長門に対し監備発射艦から魚雷三本を発射した。この長門を狙って外れた魚雷が風運にも裏風に命中し、裏風は合鎮した。磯風と浜風は、引っ込みなりしてしばらく後に沈没した金剛の救援、救助に奔走しており、また裏風の後方を航行していた摂布は、戦艦山と、 長戸を護衛して、現場海域を離脱したため、裏風の救助は遅れた。磯風、浜風が、混合乗組員の救助を終えて裏風沈没地点に、向かった時には、重油体やわずかな浮遊物以外に、裏風の痕跡を示すものは何もなかった。第十七駆逐隊司令、谷井智大佐を含む、艦長以下二百二十八名が戦死。駆逐隊司令と裏風を一挙に喪失したため、 第十七駆逐隊、浜風、雪風、磯風の指揮系統は混乱し、空母シナノの横須賀から後開港護衛任務にも悪影響を与えた。1945年、昭和20年1月10日、駆逐艦裏風は、知らぬ日型駆逐艦、第十七駆逐隊、帝国駆逐艦席のそれぞれから除籍された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。